矢部内博之は、毎日放送取締役兼制作スポーツ局、報道情報局補佐担当。大阪府大阪市出身。1982年に、兵庫県立川西緑大高等学校。1986年に、早稲田大学第一文学部日本文学、専攻卒業。同年、毎日放送に入社。東京支社ラジオ営業部を経て、 テレビ制作局に配属、ドラマ AD を務める。その後、1992年に昼ドラマ、命短くで、初演出、命の現場からシリーズなど、ドラマ30、枠大半の制作演出に携わる。1993年に、東芝日曜劇場を枠で放送された、お目に書かれて嬉しいわでは、同枠最年少の演出家となる。また、脚本。 演出家としても、海に帰る日、ご機嫌いかがテディベア、阪神淡路大震災10年悲しみを勇気に変えて、テレビ CM の日 SP ドラマメッセージ月曜ゴールデン、遺品整理人、谷崎愛子、2010年日本民間、放送連盟賞優秀賞など受賞歴多数。2010年6月23日までは、制作局制作二部制作統括部次長権。 テレビドラマチーフプロデューサーだった。翌6月24日より2017年6月21日までは編成局マネージャー兼 CP、翌6月22日より10月29日までは CP 兼務、10月30日より現職。ありがとうございます。